こんにちは。えー、天羅万象、久保田正です、えー。来る11月8日、楽しみな天文現象がですね、ダブルで起きます。まあ、天文ーと言ってもいいと思うんですが、太陽、地球月そして遥かなる惑星の天王星が一直線に並ぶんですね。で、えーまあ、あの非常に精度よく並ぶんですけど、一体何が起きるんでしょうかということなんですね。 まず太陽、地球、そして月がですね、一直線に並ぶと、これ、地球から見て皆既月食が起きるんです。で、さらにその延長線ですね、地球から見てずっと向こうの方に天王星がやってくると、今度はですね、皆既月食の月に向こう側にある天王星が隠されるという天王星食という現象が起きるんです。さあ、それではまず日本でとても条件の良い皆既月食の方から案内したいと思います。 今回の月食が何をもって条件が良いのかということなんですが、こちらです。まず、月食のかけ始めから皆既月食、そして月食の終わりまでが全国各地で見られること。そして月食がですね、日が暮れて間もなくの午後6時過ぎに始まって、夜の10時前には終わるので、まあ、子供たちにもこれね、月食を見せること、見てもらいやすいっていうことですね。 それから月が地球の影に深く入り込むために、えー、地球の影に全部隠れるその怪奇月食である時間がですね、1時間26分とかなり長いこと、まあ、こうしたことが挙げられますで。今回の月食では地球の影に対して月はこのように通り抜けます。この日の月はですね、地球の中心から39万キロメートル余りのところを動いていて、 その距離での地球の影の直径は月の2.6倍あるんですね。その薄暗い部分ですが。で、月が地球の影の真ん中、ど真ん中を通りますと、これ、地球の影にすっぽり入る回帰月食の時間というのは、最大1時間50分近くになるんです。で、今回は月が地球の影の中心より少し北側を西から東に抜けますので、回帰月食の時間は1時間26分ほどと、 まあ、それでも会期月食としては長い方でかなり見応えのある月食と言えます。さあそれでは今回の月食はですね地球全体としては一体どのような見え方になるのかというのをちょっと考えたいんです。で月食というのはですねあの遠くにあるその月の表面に地球の影が落ちるその月を見るという遠くのものを見る現象なんですね。なので、えー、月食の時間に。 月が地平線の上にあるところ、どこからでも同じように月食って見えるんです。そして月食の始まりや回帰食、そして月食の終わりなどは、これ、時刻的には、えー、時刻的といいますか、その、えー、同時に起きるんですね。ただ、まあ、あの、地方、世界の各地によって、それぞれの時計がありますので、例えば、えー、夕方なのか、明け方なのかとか、そういったことは違いが出てくるんですね。の国によっても違いますから。 ということは、月食の時間帯が昼間ですと、これ満月は地平線の上にはありませんから、昼間のところ、ここでは月食は見えないというわけなんです。でこれを世界地図に書き込むと、今回の月食はこんな感じになるんです。8日の月食が初めから終わりまで全部見られるのは、これ太平洋をちょうど中心とした範囲なんですねで。日本を含む東アジア、シベリア、オーストラリアの東側とニュージーランド、それからハワイ、 で、アラスカを含む北アメリカの西側といったあたりが、あのー、全部見られるんです。ただ、アメリカなどは見えると言ってもですね、これ夜中過ぎ以降で、明け方の現象になります。ですから、まあ、宵のうちから見える日本は、多くの人が見るには非常に都合がいい位置にあるということなんですね。で、逆にこの図の両端になりますけども、今回、ヨーロッパやアフリカでは月食の間、ずっと月は地平線の下、つまり昼間なので、全く見ることができません。 さて、日本国内のどこから見てもですね、月食の始まりや終わりの時刻は一緒です。ただ、あの、東日本、北日本は夕暮れが早くて、早く月が昇ってくるために、東の空、ある程度高いところになってきた、見えてきた月が欠けてきます。で 西に行くほど月の出が遅くなるので、今度、かけ始めの満月は低くなるんですね。ですから、九州などは、まあ、あの、東の方にですね、ビルや建物があるとき、ちょっと月食の始まりはその物陰で見にくいかもしれません。東京を例にした月食の経過と月の高さです。まあ、東京では月の出が16時半、つまり午後4時半ごろなので、月食が始まる頃には満月の高さはだいたい20度くらい。 伸ばした腕先の縦にした弦骨2つ重ねたぐらいの高さに登っています。で、回帰月食になるのはかけ始めの1時間7分後で、高さもこの時にはもう30度くらいになっています。で、月が地球の影の中心に一番近づくのは午後8時前なんですけど、まあ、月は赤黒く暗くなっていますので、まあ、都会の明るい空だとちょっとその時は見にくいかもしれません。 そして午後8時40分過ぎに会期が終わって、月は向かって左の方から光が戻り始めます。で、月食が終わるのは午後9時49分。月は元の満月に戻ります。 で、天文ファームはですね、まあ月食が夕方であろうが夜中であろうが明け方であろうがですね、えー、しっかりと計画を立てて、あの、観測するものなんですけども、まあ今回のような時間の月食、まあそれにも皆既月食が夜空で起きるということは本当に多くの人を魅了することができるいいチャンスだという感じなんですね。 さて、今回の月食なんですけど、冒頭に話しましたようにですね、皆既月食の最中に赤い月の向こう側に、はるか遠い惑星の天王星が隠れるという現象が重なって起きるんです。で、惑星のうち、水星、金星、そして火星、木星、土星はですね、いずれも明るいので、肉眼でよく見えますから、ま、あの太古の昔からその存在は人の目に止ま,止まってきたわけなんですね。 で、土星の外側にある天皇星は発見されたのが18世紀の後半1781年なんですね。今から240年ほど前のことになります。で、その明るさはおよそ6等星。これはですね、天の川がよく見えるような空のうーんと暗いところに行けば、えー、位置を知っていれば何とか肉眼でも見ることができるぐらいなんですけど、まあ、普通はですね、ちょっとこれ無理ですね。 で、天皇星は少し大きめの天体望遠鏡を使うと青みがかった小さな球体に見えますで。矢印の先に古くから知られるこれ5つの衛星が写っている写真です。で、この天皇星、双眼鏡があれば十分存在はわかります。ただ、六等星ぐらいの星というのは夜空にたくさんありますから、まあ何もない時に一般の方にいきなりどれが天皇星かというのを見分けるのはこれ極めて難しいです。ところが今回は皆既月食中の 赤い月が目印になりますから双眼鏡をその回帰中の月に向けるとすぐそばにポチリと天王星があってやがて月の後ろにじわりと隠れていくのが分かりますで月食のその会既月食が終わりに近づく午後8時半前あたりに赤い月に双眼鏡を向けてみてほしいんです、えー、月の下側のちょっと左寄りあたりにポチリと、まあ、小さな星が見えるはずですこれが太陽系第7惑星の天王星なんです で、その後、月に隠れる時刻や位置は、日本国内でも場所によって若干異なるんですけども、ま、あの、隠れる直前に見つけておいて、その後月の裏に隠れる様子を見るのがいいと思います。では、国内6カ所の予報を国立天文台の資料でちょっとご案内します。月は西から東に移動していきますので、国内では西の方が天皇聖職が早く起きます。 那覇や福岡では午後8時半より前に天皇星は月の後ろに隠れますので、例えば那覇では午後8時10分過ぎぐらい、福岡などは8時20分ごろには双眼鏡で天皇星を確かめておいていただきたいと思います。で、星空の中での月の移動につれて、中四国、近畿、東海から関東へと天皇星食の始まるエリアも東へと進んでいきます。 例えば、大阪や京都と東京では、天皇星が隠れる時刻は10分ほど違うわけなんですね。で、大阪や京都では、隠れる少し前、午後8時25分ごろ、名古屋は8時半ごろ、で、東京や新潟では、午後8時35分ごろに天皇星を双眼鏡で確かめておくのがいいと思います。北日本です。仙台や札幌では、月食の 回帰が終わった直後に天皇星のがですね、月の背後に隠れます。回帰食中じゃないんです。それが終わった直後です。まだ月の明るい部分は細いですから、双眼鏡があれば天皇星は十分見えるはずです。で、札幌などは、今度天皇星が月の背後から現れる頃には、月食が終わる直前でもうほぼ明るい満月に戻りかけていますので、こちらの方は天皇星はかなり見づらくなっていそうです。 天王星はですね双眼鏡では点にしか見えないんですけども、まあ、それでも恒星とは違って少し面積があるために、えー、月に隠れ出して完全にまあ隠れてしまう消えきるまでには15秒ぐらい時間がかかるんですね、まあ、あのポチッと見える天王星がだん,だん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 暗くなっていって最後スッとこう消えてしまうそんな見え方をしますでこんな機会がな,かなければですねなかなか多くの人に天王星を見ていただくことはできないと思うんですね で次に日本に交通合な時間帯で回帰月食が起きるのはあ今から3年半後2026年3月3日桃の節句の晩になります楽しみにしたいと思います、えー、天羅万象でしたこんにちは天羅万象久保田正です えー、地球の隣の惑星、すぐ外側を回っている火星なんですけども、その火星の地震や地下構造を調べるデータを集める任務を進めてきたアメリカ NASA の火星探査機、インサイトの寿命が迫っているという話はですね、えー、今年の6月の天羅万賞の第86回でお伝えしました。で、あれから5ヶ月が経って、いよいよインサイトはその機能停止が目前に迫ってきているんです。このインサイトは、 他に現役で活動中の NASA の探査者、キュリオシティ、パーシビアランスなどとは違って動き回ることはできません。ご覧の赤道に近い着陸地点で火星の内部情報を集める観測を続けてきました。で、インサイトの寿命が迫っている一番の原因はこちらです。 着陸直後と3年半後に、えー、インサイトがアームを伸ばして撮った自撮り写真でね、比べると一目瞭然全然色が違います。右の写真では太陽パネルも本体も土色になっています。問題は太陽発電パネルに積もった土ぼこりや塵の影響なんですね。積もった塵で太陽光線が遮られてパネルの発電による電力が突きかけているんです。 で、インサイトはこれまでに1300回以上の火星表面の地震、まあ言うならば地震というか過震ですよね。えー、それを観測してきました。まあその中で注目されるのが、去年の暮れに観測されたこちらの地震なんです。去年の12月24日、ですからまあ、あクリスマスイブにインサイトの地震計がキャッチした地震波形です。非常に鮮明に捉えられています。 で、インサイトの地震計が捉えたこの地震波形をですね、この左右の時間軸を100分の1にギュッと縮めて、人間の耳に聞こえる音にしたものが最近 NASA から公開されました。で、観測されたのは去年の12月24日などでも1年近く前なんですけど、まずその音をお聞きください。<noise> それではもう一度聞きます。最初に聞こえるのが地震の縦波 P 波の音なんですね。そしてこの後、ゴーッという大きな響きは横波の S 波と直後に到達した表面波と呼ばれる深幅の大きくて減衰しにくい波なんです。火星面では今回初めてこの表面波が観測されました。で、P 波と S 波の時間差などを考えると、震源はインサイトから 3000km 程度離れていると考えられました。 別の惑星の大地の響きすごいですよね。で、ここで火星上空を周回している NASA の別の探査機が大きな発見をしたんです。2006年から火星上空で精密観測を続けている MRO、マーズリコネッサンスオービターです。このリコネッサンスには偵察、あの偵察衛星の偵察ですね、そういう意味があって、 高解像度のカメラで低い軌道から火星面の撮影を続けて膨大な撮影データを蓄積しています。でインサイトが2021年12月24日に、まあ、先ほど波形をご覧いただいた火星としては大きなマグニチュード4の地震を観測したことがですね、インサイトのチームから MRO を運用するチームにもたらされました。そして今年の2月になって MRO 側の科学者が 火星面に隕石の落下によると思われる新しいクレーターが生まれているのを見つけ出したんですね。その場所はインサイトから北東に 3500km ほど離れた大平原の真っただ中でした。さあこれが MRO のハイライズという高解像度カメラが火星面のアマゾネス平原と呼ばれる地域で発見、撮影した隕石クレーターです。 隕石は画面の左側から斜めに落下したものと考えられます。クレーターの直径はおよそ150メートル、深さは21メートルと見積もられました。で、右の方向に吹き飛ばされた火星面の物質は最大37キロメートルも遠くまで飛んだことも確認されました。それからあの、クレーターの周囲に塩かみたいな白いものが見えていますけども、これはですね、 大きさ数メートルもある氷のブロックなんですで。地中にあった氷が吹き飛んで地表に散らばったものなんですね。火星にはまとまった水が地中の氷として存在していることを示しています。 直径150メートルのクレーターというと、まあ、あの地上で言うと陸上競技場が入るぐらいの大きさですから、まあ、かなりの大きさと言えるんですが、2月になって発見されたこのクレーターが、なぜその前の年のクリスマスイブにインサイトが観測して地震波を引き起こしたものだと特定できたんでしょうか。実はこれも MRO が記録している膨大なデータが役立ったんです。デジタルアーカイブの画像を遡って丹念に調べていくと、ありました。 これはできたばかりの隕石クレーターを撮影した MRO の広角カメラ画像です。クレーターがくっきりとしていて吹き飛んだ物質もよくわかりますね。このクレーターは2021年12月25日の MRO 画像に忽然と現れていました。で、MRO は火星上空を南北方向に111分で一周する軌道を回っています。 で、一日におよそ2回同じ地域を撮影することができます。では、こちらを。はい。先ほどのクレーターができていたのと同じところをですね、えー、地震波が来る直前に撮影した画像なんです。平原が広がってクレーターありませんよね。で、これで隕石が落下したのが12月24日と特定できました。 インサイトが記録した地震波が MRO が撮影したクレーターを作った大きな隕石の落下によって生じたことが証明されたんです。えー、その後の研究によりましてこれですよね。ドンと、えー、落下した隕石になった天体は大気に突入する前が大体大きさが5メートルから12メートル程度ではないかと推測されています。MRO のデータに基づくアニメーションです。 今回の天体は地球に飛び込んできたとしたら、まあ、地表に隕石として届くかギリギリといった大きさですねで。ほとんどは地球大気の中で砕けたり蒸発してしまうはずです。しかし火星の大気は密度が非常に小さくて地球の100分の1程度しかありません。かなりの部分はそのまま火星の表面まで届くんです。まあ、そうは言ってもこのような150メートルもあるクレーターを作るような隕石の落下は火星でも珍しいのは間違いありません。 まもなく機能停止に追い込まれてしまうインサイトですけども、2018年の初夏から観測をしてきましたので、まあ4年半ということになります。たまたまインサイトが稼働している時間、まあ長い宇宙時間からすれば本当に一瞬ですけども、えー、そして上空に MRO という優秀な偵察衛星があるときに大きな隕石が落下したことは、地球の科学者にとってはですね、非常に貴重、ある意味ラッキーな出来事だったと言えるんです。 ま、これでまた火星という惑星の内部を知る貴重なデータを得ることができました。太陽系の惑星の追い立ちに迫るその成果がとても楽しみです。天羅万章でした。こんにちは。天羅万章、久保田正です。えー、今日は距離、これですね。 ディスタンスの話から始めて、まあ、ちょうどこの上にタイトルがあるような感じなんですけども、え星の実力の話にですね、たどり着きたいと思っています。ちょっと長旅になりそうです。で、距離を表す単位というと、日常生活の中ではメートルとかキロメートルですよね。で、ここでちょっとおまけみたいな感じなんですが、あの都道府県庁所在地間の距離を調べてみました。 あの47都道府県全部は CG1 枚に、ね、収まらないので、距離ということを勘案して6地点を選びました。はい。2つの地点の直線距離というと、まあ理解しやすいんですけど、あの地球の表面は球面ですからね、あの地球は丸いわけで。その表面に沿ったカーブも勘案した距離で、これ地理の世界では即地線長というものになるんです。 札幌と那覇を結ぶ測地線は、えー、日本海を南西に進んでから西日本を斜めに縦断します。その長さは2 2 4 3 8トルと。まあ、あの地球表面の日点距離を表すには、キロメートルは使いやすい単位だなというわけなんですね。で、地球を飛び出してこの天体と天体の距離を表すときはどうでしょうか 例えば、地球から月までの距離は38万4404キロ。これ平均距離です。それから、あの、時々ニュースになりますけど、火星が地球に大接近するときはおよそ5600万キロメートルほどになります。さらに、地球から太陽までの距離。これも平均距離で言うと、1億4960万キロメートルということになるんですね。 あの、キロメートルを使っていると、この辺の天体同士になってくるとですね、何千万とか、あるいは億単位になってきて、結構数字が大きくなってきます。そこで天文の世界ではですね、主に太陽系内の天体の距離を表すのに、地球と太陽の平均距離を1.0とした単位を使います。こちら。天文単位というんですね。 まあ細かいところまで言いますと、下に出ていますけども、あの、一天文単位は、一億四千九百五十九万、え、七千八百七十点七キロメートルということになります。これはですね、この七月十五日午前二時の南東の星空です。まあ、これぐらいの時刻になりますと、星空としては、ちょっと寂しい。もう秋の星座のエリアが出てくるんですね。でも、今年は二つ、明るい星が見えています。 右手、南寄りの空高く見えるのが明るさ0.7等星の土星です。そしてまだあまり高くはありませんけども、左手、見えているとても明るいのがマイナス2.3等星の木星です。で、この時刻の地球からそれぞれの距離をキロメートルで表すとこうなんです。土星は13億5167万キロメートル。 木星は7億7868万キロメートルと波数を丸めてみても数字を並べると結構これ長いものになるんですね。でこれを先ほどお話しした天文単位で表すと、はい、土星が9.035木星が5.205と、まあ、あのごくごく扱いやすい大きさになるんです。 あの太陽系で一番外側の惑星、海洋星でもその距離は天文単位で表せば29から30ぐらいの数字で表すことができるんです。でまあ、天体といいますかあの、恒星ですね、自分で考えているあの、星の距離で有名な単位ですね、こちら、光年というのがありますよね、英語で表すと書いてあるようにライトイヤーなんですけども。 光の速度というのは正確に言いますとですね、1秒間に細かいですよ、2億9979万2458メートルメートルです、これ。でも、普段はよくキロメートルにして、およそ30万キロメートル、1秒間に30万キロメートルって言ってますよね。これが1年かかって進む距離が1光年ということになります。ざっと1光年は9兆4600億キロメートル。 天文単位で言えば、63,241天文単位となります。さすがに1光年ですと、天文単位だと結構やっぱ数字が大きくなってしまいますよね。で、現在、太陽系に最も近いとされている恒星は、南の空にあります、ケンタウルスサのプロキシマという赤い小さな星で、えー、その距離は太陽系から4.22光年とされています。これをキロメートルで言えば、およそ40兆キロメートルとなるんです。でですね、まだあるんです。 あの一般にはなじみがありませんけど天文の世界に登場する距離単位もう一つあってこれパーセクっていうんですねさてこんな感じですはい今度はちょっとあの教室の雰囲気を出しましたパーセクはアルファベットではこう書くんですねでこれ何かと言いますとこれパララックスセカンドまあ意味としては英語のパララックス示唆と、えー、セカンド秒角角度の秒が合わさった言葉なんです ではまず視差の説明を簡単にしましょう。あの腕を伸ばして指を目の前に立てたときですね、右目と左目で見る指の位置はですね、離れた背景に対して少しずれますよね。これがまあ、パララックス視差です。で画像をちょっと撮ってみました。左右それぞれの目から見た指が背景の生じの差に対して、これずれているのがわかりますね。 これが視差ですね。この両目からの画像のズレ、視差を脳が感知して、私たちは奥行きとか立体感というものを得ているというわけなんです。さて、秒角の方です。パララックスセカンドのセカンドなんですが、角度の秒の意味がありますけれども、この角度にも度の次に分と秒というのがあるんですね。角度1度は60分、角度1分は60秒といった具合なんですね。あの、時計の時間と分と秒のような関係です。 ちなみに太陽や月の見かけの大きさはおよそ0.5度ですから30分イコール1800秒なんですさて何光年も離れた星のです、ね、視差というものを確認する方法というのはあるんでしょうか目の前の指じゃないですからねあの2つの観測点つまり眺める目の位置をうんと離すことがポイントになるんですが これ人間がです、ね、遠い天体の視差を見るための最大の感覚を取る方法、これ実は地球の軌道を使うんです太陽と地球の軌道そして視差を求めたい星さらに遠方の星たちが背景となるわけなんですが例えば1月の初めに目的の星の方向を見たとします。その線がビューと伸びてますけど 星の姿はこの方向の延長線上で背景の星空の中に位置して見えます。半年後の7月初め、地球は自分の軌道を半周して太陽を挟んだ反対側に移動しています。すると観測する人は地球の軌道の直径分だけ最初よりも離れたところから星を見ることになります。太陽地球間、つまり地球軌道の半径はおよそ1億5000万 km。これが1天文単位でした。 直径ですからそのの2倍の3億これがですね生身の人間が使うことができる、えー、星に対する示唆を求める三角測量のための最大の間隔になるわけなんですで少し手前にある天体ははるかな背景に対して地球の公転のために1年かけて実は小さな円を描くんですねその時のずれて見える角度を測ることで 100光年程度の星までの距離はそこそこの精度で知ることができるんです。さあ、この見える方向のズレの半分の角度、これをですね、年収しさと天文の世界で呼んでいます。ちょっと難しいですね、この辺はね。で、図形的に言いますと、地球太陽間の距離1天文単位を底辺にして、目的の天体を頂点にした非常に細長い直角三角形考えてください。今その、 青っぽく塗りつぶしている部分ですね。で、その細長い先端の聴角が1秒角になるとき、えー、太陽と星を結ぶ辺の長さがこれ1パーセクになるんです。3.2616光年。30兆8570億,キロ億キロメートルに相当します。なんかこう息が耐えそうになりますが難しいですよね。で、あの、 夜空に輝く様々な星の明るさなんですけども、あの、距離がバラバラですから、実際にはものすごく明るい光を持った星も遠くにあれば暗く見えますし、そんなに明るくない星でも地球に近ければこれ明るく見えるわけで、本当の明るさというのはね、そのまま見た目ではわからないわけなんですね。えー、こうした星、つまり恒星たちを、ある同じ距離に置いた時の明るさを絶対等級というんです。これ、星の 真の明るさの比較ができるんですね。で、そのある距離というのは、ここでパーセクが出てくるんですが、32.616光年で、これは10%パーセクなんです。10%パーセク。32.616光年まで持っていくことによって、そこに並べることで星の明るさを比べるんです。で、そこに、例えばあの眩しい私たちの太陽を持っていくと、 4.8等星、まあ、ほぼ5等星です。5等星って暗いですよ。あの、多分街中では、肉眼ではもうほとんどわからないぐらいに星になってしまうんです、太陽が。まあ、ですから、太陽というのも、まあ、ごくごく宇宙の中に持っていけば、そんなに目立たない普通の星ということなんですね。で、全点で一番明るい恒星、マイナス1.5等星の大犬座のシリウスなんですけども、これは地球から8.6光年にあります。 これを 10%32.616 光年に持っていった絶対等級、少し暗くなります。1.4等級、ギリギリ一等星といった明るさなんです。さて、七夕の織姫星こと座のベガと彦星和史座のアルタイル、白鳥座のデネブの3つが作る細長い三角形を夏の大三角と呼びます。で、一番明るい織姫星ベガは冷凍性ちょうどで、全点でも5番目に明るい星なんですね。結構目立ちます。 で星の等級というのは数字が小さいほど明るいです。彦星アルタイルは0.7等星で全点で13番目の明るさの構成。それから白鳥座のデネブは1.3等星で全点に21個ある1等星以上の星では19番目の明るさです。そんなに明るいわけじゃないんですね。で実際の距離はというと今出しましたけどもアルタイルが16.7光年、デが25光年そしてデネブは なんと1400光年。実はデネブは全点に21個あるその一等星以上の星では一番遠いところにある星なんです。10%32.616、えー、光年に並べて、えー、その絶対等級で実力を比較しますとですね、この黄色い文字、ベガは冷凍星から一等星になります。で、アルタイルは一等星から二等星とし少し暗くなるんですね。 でギリギリ一等星だったデネブはマイナス6.9等星ってこれつまりマイナス7等星なんですけども宵の明星、明けの明星の金星が一番明るくなった時よりもずっと明るい星ということになるんですでどのぐらい明るいかっていうとこれ暗い場所では自分の影が地面に,地面に映る明るさなんです、まあ、あの私たちの太陽と比べた実力は太陽1とした時レガは50倍アルタイルは11倍これでも十分明るいんですけども デネブはなんと太陽の5万4400倍という驚くべき明るさ実力を持った星なんですさて、えー、じゃあ絶対等級を比べる32.6光年のところにこの3つの星をもしも持ってきたらばどんなふうに見えるかこれは実際の様子なんですがこんなふうになるはずですデネブ実力が違いますからね並べると実はこんなに違うんです明るいんです なるほどこれだけ明るければ自分の影が夜道に移りそうな気がしますさて距離の単位から星の実力の話まで何とかたどり着きました天文学者や研究者はです、ね、この光年よりもパーセクの方をよく使うんですねこちらに出てきますパーセクは記号で表しますと小さい文字小文字で PC なんですね でもっと遠い天体を表すときには、えー、KPC、キロパーセクを使いますあの。キロというのは1000倍になるという意味の接頭語ですから、1キロパーセクは1000パーセク、およそ3260光年ということになります。また、銀河系から離れた別の銀河など、うーんと遠いものの距離を言うときには、えー、大文字の M をつけた MPC、メガパーセク、これ100万パーセクを使います。1, 1メガパーセクは326万光年ということになるんですね。 この単位を使うと、あの、250万光年離れた有名なアンドロメダ銀河もですね、えー、数字では0.77メガパーセクという,う表し方になります。そういう距離になります。さて、ちょっとおまけみたいな話をしたいんですが、あの、かのアニメ、初代の宇宙戦艦ヤマトがテレビで放映されたのは1974年。私は中学校3年の秋でしたけども、えー、来年でちょうど50年になるんですね。 で、そのヤマトの目的地のイスカンダル星、まあ、アニメが好きな方だったらよくわかると思うんですけども、えー、そのイスカンダルがあるとされたのは、ダイマゼラン星雲という、これ実際にある、えー、南半球の空にある銀河系の近くにある小さな銀河なんですね。で、アニメの中では当時の定説に沿って、このダイマゼラン星雲、14万8000光年のカナダと表現されていました。ですから、 ヤマトは片道14万8000光年の困難な旅に出かけたという設定だったわけなんです。で、その後の観測や研究によって、ダイマゼラン星雲の距離は現在は16万3000光年というのが最も正しいであろうという数字になっています。でも、この天文学者はですね、ダイマゼラン星雲の距離を表すときに、あまりこう、16万3000光年って言わないんですね。キロパーセキ使うんです。 そうすると、49.97キロパーセクで表せちゃうんですね。なんだかちょっと雄大さが小さくなってしまうような気もします。天羅万章でした。こんにちは。天羅万章、久保田雅です、えー。先々週の天羅万章では、この秋とそして来年の春に、アメリカで見られる、相次いで見られる金環食と回帰日食、二つの日食の話をしました。 これが現地の14日にアメリカで見られた金冠色の様子です。人が集まってますよね。みんな見上げてます。はい、かけています。アメリカではこの時、リング・オブ・ファイヤーという表現で多くニュースなどで取り上げられていました。綺麗な輪ですで。日本でちなみにね、あの金冠色が見えるのは2030年の6月1日の北海道になります。さて今日は月食の話です。 で今年起きる普通の月食は1回なんですね。まもなく日本時間の10月29日の未明に起きます。で今、普通の月食と言いましたけどもえ、普通じゃない月食って一体何でしょうか。地球からは太陽の反対側に日光を遮った影がご覧のように伸びています。専門の言葉でこの影を地球の本営と言います。 で、本影の中に入りますと、つまりこの中からは地球に遮られて日の光が入らないわけです。でも地球の影実はこれだけではないんですね。太陽と地球をこう結ぶと、本影とは別にその周りに先が広がった影ができます。この影の中からは太陽の一部は地球に遮られますけども全部が隠れてはいないんです。この影を繁栄と呼んでいます。 平均で38万キロメートル余り離れた月の軌道あたりで、この地球の影をスパッと切ると、このような断面になるんですね。二重です。真ん中に本影、そしてその周りに半影が取り巻いています。で、これに比べて月の大きさはというと、これぐらいですね。本影は月の直径の2.7倍ほど、そして取り巻く半影は月の直径ほどの幅があります。 えー、地球の影はですね本影と半影の二重になっているという説明をしたわけですが、では普通の月食と普通ではない月食の説明です。地球の本影の中にはまあ、太陽光線が差し込まないのでここに月が入ると月の上に地球の影がしっかりと落ちて月が欠けて見えます。まあ、これがみんなも知っている普通の月食です。 で、月が本営の一部だけに入るのが部分月食。そして、全体が地球の本営の影の中に入るのが怪奇月食です。でですね、このような形。月が地球の繁栄の中だけに入るケースも実はあります。これを専門用語で繁栄月食と言います。もちろん、あの、本営の中に入る普通の月食の前後には必ず月は繁栄に入ります。え繁栄の中では太陽光線の一部が地球に遮られているとはいえ、 まあ、あの、月を照らす日差しは結構強いもんですから、本営にかなり近い部分以外は、肉眼で見ても月面が暗くなったように見えないんですね。なので、繁栄月食は何も知らないで見上げる分には、月が欠けて見えずに、まあ、普通の満月のように見えてしまうんです。歩いて見上げても気づかないっていうことですね。で、月食は月食なんですが、ほとんどわからない普通ではない月食というのはこういうわけなんです。でもこれ、写真に撮るとそれなりにわかるんです。 これは2020年の繁栄月食の時に撮った写真なんですが左が繁栄月食の最大の時右は終わって満月に戻った後ですで露出をやや控えめにして写しますとこのように月面が薄暗くなっているのがわかるんですただ肉眼ではその気になってみないとまあほとんどわからないという感じなんですねさて月食のあれこれのお話をしましたけども29日日曜日の夜明け前に西の空に沈んでいく月が これぐらい少しだけかける普通の部分月食が起きるんです。今回の月食では月は本営、地球の本営の北側をかすめるような形になります。で月が繁栄に接する、かかるのは日本時間の29日日曜日の午前3時ごろですけども、まあ先ほど話しましたように繁栄でのこの月食は肉眼ではよくわかりません。 で月が本営にかかるつまり普通の月食が始まるのは夜明けも近い午前4時34分ですで月食の最大は午前5時14分で月は左側が直径の13%ほどかけますで月食の後半にはもう夜明けが近くて空はだんだん白み始めてきますで本営の月食の終わりは午前5時53分です 東京では月食の終わりは月が沈むわずか13分前もう西の地平線すれすれなんですねで東京では空はもうすっかり明るくて日の出が午前5時59分ですから月食の終わりと日の出そして月が沈むのがほぼもう同時刻ということなんですね 今回の月食は月が欠ける度合いが小さいのと、まあ、日曜日とは言いましても夜明け直前の低い空で起きるということで条件はちょっと厳しい月食と言えますでは来年以降の月食普通の月食というのはどんなスケジュールなんでしょうか 次の月食は来年の9月18日の部分月食ですが見られるのは南北アメリカ大陸からヨーロッパで日本では全然見られません月食の時刻日本では昼間なんですでその次は再来年の2025年3月14日の回帰月食ですが東海から西では月が昇る前にもう月食を終わってしまうんですねで関東から北日本でも月が昇ってきた直後にもう月食を終わってしまうということでこれ見るのは難しい月食です それからさらにその次、再来年ですが、2025年の9月8日の回帰月食、明け方の西の空なんですけれども、これは回期も含めて月食全体は見ることができます。子供さんにもお勧すすめできるのは、2026年の桃の節句、3月3日の4の回帰月食なんです。東の空で夜7時前に月食が始まって、午後8時から9時までのおよそ1時間、月が地球の影にすっぽり入る回帰月食になります。 時間も月の高さも十分に楽しめる月食です、まあ、起こる回数はです、ね、日食よりも少ない月食なんですけどもとにかく月食は、えー、その月食が起きている時刻にです、ね、月が地平線から上にある地球の半分から同時に見ることができますので目にする回数はこれ日食よりも多いと言えるんですね。で私たちが月食を見ている時、まあ、逆に月面からは今日食が見えているんだということは覚えておいてください。 天羅でしたこんにちは天羅万象久保田です、えー、今年はですね1923年の関東大震災からちょうど100年ということで、まあ、9月ごろを中心にして地震あるいは地震防災の話をね随分、えー、数多く見聞きしました。 あのー、今、次の南海トラフ地震や首都直下地震などへのこう危機意識も高まっているんですけども、日本の災害の歴史をひも解いてみると、300年余り前の恐ろしい天変地異というものが目を引くんです。時は江戸時代が始まって100年余り、18世紀の初頭です。元禄16年11月23日、現代の暦でいうと、1703年12月31日。 対象の関東地震の一つ前の関東大地震、元禄地震が起きました。マグニチュードは8.2と推定されています。で震源の広がりは対象の倍ほどもあって、相模湾の沿岸から房総半島南部にかけて激しい揺れが襲い、そして房総半島の太平洋側、いわゆる外房も含めて大津波が襲ってきました。そしてそのわずか4年後の1707年には。 東日本大震災を引き起こした2011年の東北地方太平洋沖地震に匹敵する規模の南海トラフの大地震、方栄地震というものが日本を襲うという地学的な大波乱がありました。方栄地震の震源域は東西に非常に長くて大きく、様々な推定があるんですが、規模はマグニチュード8.6以上と考えられています。東海地方から西日本の広範囲で大きな揺れに襲われましたけども、 特に各地を巨大な津波が襲ったことで多くの犠牲者を出していますそしてさらに人々に追い打ちをかけたのがこちら、えー、巨大地震のわずか49日後に富士山が噴火を起こしたことなんですね富士山の大噴火宝永噴火ですで記録が残る中では富士山は平安時代に活動が活発で大きな噴火としては 西暦800年から802年にかけての延暦の大噴火864年に大量の溶岩が流れ出した上岸の大噴火があり1707年に起きた宝永噴火と合わせてこれらの三大噴火と呼ばれていますで今から316年前に起きた宝永噴火は富士山のはっきりとした噴火活動としては現在に至るまでの最後の噴火ということになります。 さて、初めに言いましたように、えー、この富士山の宝永噴火ですけれども日本の地震史上最大の地震の1つであります宝永、えー、地震南海トラフを震源とする宝永地震の49日後に起きました、えー、この巨大地震とま噴火が関連しているんじゃないかと考えることこれは自然なことなんですねで富士山が大規模な噴火をしたのは旧暦の宝永4年11月23日 現代の暦で言えば西暦1707年12月16日なんですけどもまあこの後は現在の暦の日付でお伝えしていきたいと思いますで超巨大地震の放映地震の余震がまだ収まらない中でですね富士山の周辺では噴火の前日12月15日から大きな地震が数十回も発生しているんですで放映地震の本震で傾いて潰れかけていた家がですねバタバタ倒れたみたいなんですねそんな地震が起きたということなんです そして迎えた12月16日の朝の10時から11時頃のことです。突然、えー、富士山の南東側の山腹から噴火が始まりました。宝永噴火の始まりです。この宝永の富士山噴火が起きた日は、数日続いた曇り空から晴天になった日だったという記録が残ってるんですね。ですから、えー、早朝、江戸からは、まああの、西の方を見た人は雪をいただいた まあ少しでしょうけど季節的には富士の姿が見えていたのではないでしょうかで100キロメートルほど離れた江戸の人々はすぐには噴火のことなど知る由しもないんですけども当時の日記などには16日の朝から家の戸や障子などがビリ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 と震え出したと書かれているんですで午後に入りますと南西の方角に暗い雲が盛り上がって雷鳴も聞こえてきたと言います 次第に雲は江戸の空にも大きく広がってやがて雪が舞うように灰が落ちてきました。これでですね、町の人々は、おどこかの山焼け、つまり火山の噴火だと気づいたわけなんですね。ただ、江戸の人々は経験上、これは信州の浅間山の山焼けだと思った人が多いようで、まさかあの富士山の噴火だと思い立った人は少なかったようです。 江戸市中ではこの日の夕方には砂も降り始めて降ってくるものは最初は白っぽい灰色だったものが次第に黒っぽいものに変わりましたで翌日17日は空は明るくなったんですが18日にはまた灰が休みなく降り出して視界も効かないほどだったといいますでそうした中でようやく駿河の国から富士山が噴火した昼は煙が巻き上がり夜には炎がは,はっきり見えたという知らせが届いたんです まあ離れた江戸でこれだけの予想でしたから富士山の周囲特に東側の駿河の東と書く寸東郡の集落は壊滅的な打撃を受けました富士山山腹の噴火口に近い現在の小山町の須走では噴火が始まると真っ黒な雲で闇に包まれて焼け石が大量に降り出しましたその焼け石で家は燃え上がって直撃で亡くなる村人も大勢いたというんです 須走りでは降り積もった砂が3メートルにもなりました寸東郡では家や田畑が砂に埋もれて生活ができなくなり噴火が収まってからも、えー、農村は危機に見舞われましたさて突如始まった富士山の山腹噴火なんですけども現在の沼津市にあって当時東海道の宿場町だった原という場所があるんですね代々ここで役場の記録係にあたります柿役を務めていた方が記録しました 富士山宝永噴火の絵が3枚残っているんですその絵を静岡県立中央図書館歴史文化情報センターからお借りできました。まず1枚目絵の題名は昼の景気。この時代のこの景気という言葉には有様とか様子情景といった意味があるんですね。で、宿場町の原から見たえー。宝永噴火初日宝永4年11月23日。 1707年12月16日の富士山の情景なんです。原宿から見て、富士山の中腹のやや右寄りから灰色の煙、雲が激しく巻き上がる様子が描かれています。で富士山の右手前に山がありますが、これは足高山ですで。筆文字の記述書き込まれていますけども、内容はですね、宝永4年11月23日の馬の上国 馬の城国は午前11時頃です。馬の城国に地震があり、富士山が雷のようになってこの絵のように焼け出た。12月8日まで16日間にわたって焼けたと書いてあります。この絵は写真のない時代に放映噴火の初期を捉えたとても貴重な資料というわけです。続いて夜の景気、つまり噴火の夜の様子です。 空の背景が白く描かれてはいますが、これ、暗い夜空が背景だと思ってみてください。吹き出す赤い火炎が立ち上る様子が描かれています。で、火炎の根元の右側には、火山弾や噴石が赤く飛び散る様子が見て取れます。さらに、炎の柱の両脇のギザギザした線、これは大規模な火山噴火の際に見られる雷、火山台だと考えられます。で、記述にはですね、 焼け始めた11月月日日からのの夜まで毎夜このように見えたただし23日の焼け始めの夜は特に火柱が大きく家の戸板やはめ板などが音を立てて振動した翌日の七つ時、夜明けの少し前ですが七つ時には焼け灰が、えー、ただ一度だけ降ったと書いてあります沼津川にも火山灰が降ったということが記録されているわけですね で、こうした日々が続いた後、最後の一枚はこちらです。夜景収まりの景気。噴火が収まった時の様子ということですね。富士山の中腹にはまだ少しモヤモヤっとした噴気のようなものも見えているんですが、噴火が収まった様子は見て取れます。また、そのあたりの輪郭を見ると、噴火口らしき穴も見えます。注目していただきたいのは、穴のすぐ右側の小さな出っ張り、小山です。 これは明らかに現在富士山の中腹に見える宝永山です。記述には16日間焼けて12月9日の朝の7つ時頃、午前4時頃になりますが、えー、大きく一つ鳴ったとで。9日は山が晴れ渡り、宝永山がこのようにできていたとあるんですね。まあ、なんとも生き生きした描写だと思います。このように1707年、宝、え、永、ー、4年の富士山噴火は、 宝永地震に続くまあ、劇的なものだったわけなんですが9世紀の上岸大噴火はですね、えー、山陸の北側に大量の溶岩が流れ出しましたただ宝永噴火では溶岩の流出は確認されていないんですただ火山灰の噴出が猛烈だったんですねえずいぶん様相の違う大噴火だったというわけなんですでこの宝永噴火による大量の火山灰の噴火がですねどのように飛んでどちらの方にどのように積もったかを様子をまとめた地図があります 日本の上空高くは基本西風ですが、季節が初冬ということもあって、より西寄りの風が強く吹いていたんだと思います。吹き上がった火山灰や砂は東に流され、広い範囲に降っています。で、富士山東山麓の須走りで3メートルのほか、寸東郡では1.5メートル程度降り積もっています。横浜あたりで15センチぐらい、川崎で10センチ、当時の江戸の中心地でも数センチ火山灰や砂などが積もっています。 で江戸にも積もった灰や砂は雪とは違って溶けませんから、その後何年もの間、乾いて風が吹くたびに屋根などから舞い上がって、風が流行ってみんな咳をして何にしたというんです。こちらご覧ください。小倉百人一首に蝉丸が読んだ、これやこの、行くも帰るも分かれては、知るも知らぬも大阪の咳という、これ有名な和歌なんですけども、 火山灰を吸い込んでは難儀した江戸の庶民は、このセミ丸の和歌をもじって、これやこの行くも帰えるも風邪ひきて、知るも知らぬも大方は咳という教科を作っています。ちょっと簡略的なんですけども、江戸人のシャレのセンスを感じます。さて、ちょっとこちらをご覧ください。こんなものを持ってきたんです。はい。これですね、瓶の中に入っているんですけども、 えー、黒っぽい粉のようなもの実はこれこそ江戸に降った富士山宝永噴火の火山灰というか砂なんですね、えー、これ家から持ってきましたと言いますのはですね実は2002年の9月に東京の本郷の東京大学の校内で、えー、旧加賀藩の屋敷跡の発掘調査が行われたんですね、えー、その時そこに行っていた、えー、大学のですね私の大学,大学の近学の先輩から連絡がありまして ちょっと面白いものが出てきたから来いよっていうふうに言われたんです。で、早速行ってみますと、掘り下げて剥き出しになりました、その江戸時代の地層の上にですね、えー、1、2センチぐらいこう黒い砂がこうバーッと積もってる様子が分かったんです。で、先輩は、これが富士山の放映噴火の時、江戸に降ったスコ,リスコリアなんだよっていうんですね。 でこのスコリアと言いますのは火山の噴出物で、えー、ガスが抜けた穴がちょっと小さい穴がたくさん開いている、えー、軽石状のもののうち色が暗いもの黒っぽいもののことを指しますこちら瓶から出したところ撮影してみました粒子は細かくてとてもサラサラしていますルーペで拡大しています、えー、ところどころに土色の粒子もありますけれどもまあ99%以上は暗い色のスコリアです さあ物差しを当ててみましたこうしてみるとほとんどの粒子は1ミリ以下の大きさであることがよくわかると思います顕微鏡です40倍かけました0.2ミリから0.5ミリくらいの粒子はゴツゴツしていて火山ガスが抜けた細かい穴のようなものが見えますまこれがスコリアの特徴なんですね で粒子を、まあ、瓶に戻した後なんですがその出した紙の上に100分の1ミリオーダーの微細な粒子がこのように残りました紙をトントントンと弾いてみますとです、ね、煙のようにこれ立ち上るんですそれほど細かいんです最初に見たようなサイズの粒子はそうはあの息をしても吸い込まないと思うんですがこの微細粒子はちょっとの風で舞い上がってなるほど江戸市中で何年もの間呼吸器疾患が流行ったというのが理解できます 目に入っても非常に厄介なことになっただろうなと思います、えー、次に富士山がどういう形で噴火をするのかまあ、いつか噴火しますから、えー、溶岩が流れ出す上岩型の噴火なのかそれとも大量の火山灰を吹き出す、えー、放映型の噴火などか定かではありませんこのうち放映型の噴火があった場合に、えー、どのような火山灰の交配のパターンになるかというハザードマップというものがあります 富士山火山防災対策協議会が2年前に改定した富士山の噴火による広範のハザードマップです全般には放映噴火による火山灰・広範と似たような分布傾向なんですねただ左上の正しがきがあるように一度の噴火でこの範囲全てにこれだけの灰や砂が降るというものではないということは留意する必要がありますで、このハザードマップは広範についてのものがこれなんですけども 対策協議会ではその他に溶岩が流出したケースで、それも山のどこから流れ出したかケース分けしたハザードマップというものはあります。さて、富士山の山腹に空いた大きなに穴に見えます。これがそうですけども、放映河口なんですが、登山道があってすぐ間近まで行くことができるんですね。で、ここで静岡県三島市の新祖義秀さんが撮影した、間近で見た放映河口などの写真をご覧いただきたいと思います。 宝永火口で一番大きな第一火口の北側の内側斜面から見上げた第一火口の上の方上部です。火山暦が覆っている中に富士山本体に隠れていた岩や地層が顔を出している様子がわかります。で、これはですね、はい。こういう図の向きカメラを構えて映しています。火口の上の方、彼方には富士山頂も覗いているわけなんですね。さあ、今度は、 第一加口の下の端から、えー、横の方を向いて宝永山を望んでいます。第一加口の下側の壁が盛り上がった形に見えています。この宝永山、標高は2693メートル。やはり富士山の即火山ですから、えー、結構な標高があるんですね。そして今度は第一加口の上の端標高3150メートルに上がって、今度は逆に見下ろしている写真です。 赤い石やスコリアがずっと手前に見えていますけれどもこれは噴出直後のそのスコリアが酸素と結合してできた変色として考えられ、えー、宝永山付近にも散らばっているのが見えますこの位置からは遠くに箱根火山、伊豆半島から駿河湾まで遠望が聞きますまさに絶景です最後に国際宇宙ステーションからの富士山です高度4 0 0トルからの見下ろした画像です 富士山のあの、てっぺんの山頂火口は直径が700メートル余りなのに対して、えー、その下の方に見えています、宝永第一火口、これ1200メートルもあるんですね。まあ、富士山が単純な円錐形の清掃火山ではないことがよくわかります。さて、後ろは山中古側から見た富士山に変わりました。この位置からだとここに出っ張り、これが宝永山なんですね。 で現在、最後の南海トラフ巨大地震であります昭和の東南海地震、南海地震からおよそ80年が経過してえ次の南海トラフ大地震への切迫感が募っていますでここ300年余りほぼ静かな富士山なんですけども次の南海トラフ地震が引き金になってまた噴火を起こすのではないかという懸念も確かにあるんです。富士山の一 ということを考えますと東海道の要所えそして首都圏にも影響が考えられるだけにまあ、正しい心配をした上でえ防災を検討していかなくてはいけないなと思います天羅万章でしたこんにちは天羅万章久保田雅ですえ太陽と月を除いて夜空で一番明るい星というとこれは金星なんですけども金星は現在明けの明星で明け方の東の空にありますえ宵空には見えません で現在、夕空の一番星はというとですね、空が暗くなってきたら東の方を見てください。若干黄色みを帯びた白で輝く明るい星が見えます。太陽系惑星兄弟の親分、木星です。木星はそれだけで十分目立っているんですが、この天羅万象がアップされます24日の金曜から26日の日曜にかけて月がそばを動いていくので良い目印になります。 特に25日の土曜日は2つがね、近くで並びますからちょっとした長めになります。さてこれは太陽系の惑星たちです。2006年の国際天文学連合の総会で、冥王星の分類が惑星から純惑星に変更されたために、現在の惑星はご覧の8個ということになります。で、この図はですね、各惑星の大きさが比較できるようにスケールを合わせてあります。水金地下木土天海と。 まあこうしてみると、水星から火星までの4つと、木星と土星、そして天王星と海王星,星は、大きさとその姿で明らかに違うグループに見えますよね。で8つの惑星の本体では、木星が一番大きいんですけども、ここに太陽を入れると、はい、太陽はこれだけの大きさがあります。太陽は木星の10倍の直径、地球の109倍の直径があります。 ま、あの球体の天体は10倍あると体積は1000倍、100倍だと100万倍の体積ということになるんですね。太陽系の惑星は大きく3つに分類できます。太陽に近い4つの惑星、水星、金星、地球、火星は地球型惑星と呼ばれています。別名、岩石惑星です。まあ、ほとんど大気のない水星とごく薄い大気の火星。金星と地球にはしっかりした大気がありますけれども、その厚みは薄くて、 本体は地球こそ海が覆っていますけども、えー、岩石や鉱物が大半を占める小さな惑星たちです。そして下側、まああの太陽系の外側の4つはまず大きいですね。そのうち直径は木星が地球の11倍、土星はリングを除いた本体部分が地球の9倍あります。で木星と土星の本体部分はですね、なんか赤道に平行な縞模様があってちょっと似た感じがします。 この2つは木星型惑星、巨大ガス惑星と呼ばれています。あの、実は割ってみると中心には地球ほどの大きさの、えー、岩石などの中心核があると見られていますけども、水素に富んだ分厚いガスの層を持っているからガス惑星と呼んでいるんです。それから右下の方、天王星と海王星はともに直径が地球の4倍ほどです。青っぽく見えるのは、 メタンを含む大気が赤い光を吸収して青い波長の光を反射するからなんですね。で、水やメタンの厚い氷の層があるので、天王星型惑星イコール巨大氷惑星とも呼ばれています。さて、木星から海洋星までの4つの巨大惑星の内部、現在はこう推測されています。木星と土星は宇宙でも最も多い元素の水素を大量に持っています。まあそういう意味では、 太陽のようにに自分ででで輝く星恒星に近い天体でもあるんですね、まあ、実際木星が今の80倍から100倍程度の質量を持っていたならば中心部がうんと熱くなって、えー、太陽のような核融合反応が起きて自分で輝く恒星になったと考えられていますそれから、えー、探査機ボイジャーは木星にもごく細い淡いリングがあることを発見しています それから天王星海王星は私も望遠鏡で、まあ、見たことありますけども明らかに青みがかって見えます。で木星や土星とは違い、とにかく熱い大気層の下に水やメタンなどの分厚い氷の層を持っていると考えられています。それから、えー、探査機によって天王星も海王星も細いリングを持っていることが分かっています。さて、太陽系最大の惑星の木星は赤道部の直径が地球の11.25倍あります。 で木星は巨体ながら地球の半分以下の9時間55分で自転していてえ赤道表面での自転速度というのは、えー、地球の時速1670キロメートルに対して4万5260キロメートルと、まあ、スピードで言えば地球の27倍のスピードで自転しているんですね。まあ、このために遠心力が働いて赤道部分が膨らんで見た目も上下が少し潰れた姿をしているんです。 で木星は、えー、体積は地球の1300倍余りありますけどもその割に質量は318倍と少なめなんですねこれは主に岩石などでできている地球の密度が5.51あるのに対して木星は軽い水素を中心としたガスなどが多いために密度が1.33と小さいからなんですねさて今見頃の木星なんですけども、まあ、木星といえばご覧のように縞模様があることそして これでですすよね、えー、赤みががかった反転大石藩が有名でありますでこの大石板は木星表面の巨大な大気の渦なんですけども、まあ、最初にそれらしきものが記録されたのは望遠鏡がまあ発明されてからおよそ半世紀たっ,て経った17世紀の半ば過ぎなんですね。でその後、まあ、記録が残っていない時代もあって、まあ、ずっと存在したのか一旦消えてしまったのかはちょっとはっきりしないんです。ただ えー、現在のこの大石版は遡っていくと1830年頃まではですね遡ってその存在が確認されていますで地球も入ってしまうサイズなんですけどもその大きさとか形色合いはですね長い間に変化しているんですこれはアメリカの観測者のスケッチをもとにして現地のフランス人版画家が残した1880年の木製の図です、まあ、1880年というと日本で言えば明治10年代ですね 真ん中の下側にちょっとこう、なんていうかサーモンピンクみたいな色で描かれている大石斑。かなり横に長くてちょっと明太子みたいなんですが、この19世紀前半のサイズならば、地球が横に3個から4個は並んでしまいそうです。それから、まああの白い斑点は重なっている衛星で黒い斑点はその影なんです。では、20世紀以降の写真をちょっと並べてみましょう。 これはですね、今からおよそ80年前にアメリカの天文台で撮影されたモノクロ写真の木星です。で、右下に大石板がありますけども、端に寄ったところでこれだけの幅に写っていますから、これ真ん中の方にあれば、正面にあったらもっと細長いはずです。であとかなりこれ、色が濃く写ってますよね。赤みも強かったんでしょう。真ん中。1979年に NASA のボイジャー1号探査機が撮影した木星です。 この写真が世に出た時、私はですね、まだ学生だったんですけども、まあ、これまでの探査機とか地上から撮影された写真に比べて、驚くほど細かく描写された木製面に驚きました。で、大石板が半時計回りに渦を巻いている様子が撮影されたのもこの時でした。まあ、この頃の大石板、大きさ、まあ、地球が2個半以上入る長さはまだありますよね。 そして3年前に地球の周りを回るハッブル宇宙望遠鏡が撮影した木星の写真なんですが、大石い随分幅が小さくて全体に丸みを帯びていることがわかります。これだと地球は1個ぐらいしか入らない大きさです。随分小さくなっているわけです。で、ハッブル宇宙望遠鏡は1990年代から定期的に木星を撮影してデータを送ってきています。 1995年、2009年、2014年の大赤斑写真、右側にこう縦に並んでいますけれども、上から下に向けてじわじわと横幅が縮んでいる様子が明らかです。では、この先はどうなるのかということですね。えー、大赤斑なんですが、天文学者や惑星物理学の研究者の中にはですね、大赤斑が数十年後には消滅してしまうんではないかという人もいます。 でも一方で大石斑が消滅することはないという研究者もいるんですね。まあ、何しろ木星は地球に一番近づいいた時でもも億キロメートルも離れています、まあ、これまでに1970年代からパイオニアとかボイジャーガリレオなどいくつかの探査機が近づいて直接観測をしているんですが分厚い雲の下のことはですねなかなかその秘密はわからないことが多いわけです。 まあそうした中で現在も木星の周囲を回りながら観測している探査機もあります。2016年に木星周回軌道に入って以来観測を続けているのが NASA の木星探査機ジュノーです。直径3.5メートルの本体からは幅3メートル、長さ7メートルの大きな太陽電池パネルが三方に伸びています。 木星の距離になりますとねもう太陽の光が弱いもんですからこれまで木星より遠い惑星探査機では、えー、原子力電池を使っていましたでもジュノーは太陽電池をエネルギー源にしているんです太陽からの距離が地球の5倍も離れている木星付近では太陽エネルギーが地球付近の25分の1しかないためにこのような巨大なソーラーパネルをつけているんですねさてジュノーですが 木星の北極と南極の上空を通る、えー、細長い極軌道を53日で一周しながら木星面や衛星を観測しています。で、これはですね、比較的最近、この9月に撮影した木星面です。あの、表面からは 84,400km からの撮影ですが、複雑な構造や渦巻き、そして色彩に目を奪われます。そして、 ちょうど大石版を見下ろせるコースを取るようにジュノーの軌道を微調整して2017年に撮影されたのがこのショットなんです。すごい迫力ですね、これ。大石版です。地球がすっぽり入るこの大石版温度観測から渦の内部は周囲よりも高度が高いことが分かっています。 で上昇気流があると考えられ下から巻き上げられてくる物質が上の方に出てきて太陽の紫外線で化学変化を起こしてこのような赤みを帯びるのではないかと考えられています、まあ、ただこれも一つの仮説なんですね最接近画像のコントラストなどを調整した写真が発表されましたけども内部も複雑な雲の流れとか渦が見て取れます で、大赤斑の周囲の速い流れに比べると、内部の動きはこれかなりね、えー、とてもこう穏やかで大赤斑の中と外での雲の出入りとか、物質のやり取りはほとんどありません。で、ジュノーの観測データから大赤斑の。この渦は表面から深さ500キロメートルほどまではこう続いているということがわかりました。まあ、地球での雲の発達が起きる対流圏の厚みが十数キロメートル。 程度であるることとを考えるとえー、そのの木星の、ね、あの大気石版の秘密というのは次第に解き明かされつつはあるんですけどもなんでその大石版が数百年も生きながらえるのか色とか形が変化するのかまだまだ分からないことはどっさりとあります、えー、探査機あるいは地上からの優れた観測の今後に期待したいと思うんですねで私も お望遠鏡でよく木星を観測します、これ、まあ、撮影した写真なんですけども、大石斑が木星の裏側にあって、こっち側に見えないときって、ちょっと寂しいんですよね。でも、こちらにあるときは、こんな感じで、おお、見える見えると嬉しくなってしまいます。えー、大石斑というものは、島模様とともに木星を木星らしく見せる大事な存在、アイテムなんですね。天羅万象でした